タジアムはすでに大歓声に包まれています。キングパワースタジアムへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で一時代を築いた福西崇史さんをお迎えしています。見応えのある試合になりそうですね。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。福西さん、チームを支えるエース同士が真っ向からぶつかります。今日はどんなゲームになるでしょうか。そうですね、タイプは違いますが、どちらも要注目の選手です。いいプレーに期待しています。こちらがレスター・シティの先発メンバーです。5-2-3も採用しました。カウンターの切れ味が強烈なシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。ツートップの選手が攻撃を引っ張ります。さあキックオフ、レスターシティがボールを動かします。オニネ・ディディ。福西さん、今日のホームチームについて教えてください。はい、ディフェンス重視といいますか、引いて守るイメージが強いチームですね。積極的にプレスをしませんから、バイタルをいかに締めるか、固い守りに注目しましょう。アジョセ・ペレス。ここはクロスのチャンス。オニネ・ディディ、ボールはディディへ。ジェイミー・バーディ、エンディディ、ここはしっかりクリアされました。アルトゥー、アドリアン・ラビオ、クリスティアーノ・ロナウドに渡った。クリスティアーノ・ロナウド、マークを振り切ります。まずはしっかりとボールをキープします。サイドからの攻撃はタックルで阻止されました。折り返せるか。フェデリコ・ベルナルデスキー、アドリアン・ラビオ、ディバラへ。クリスティアーノ・ロナウドへ渡る。この位置でカットした。ディフェンスが体に当て、ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。
オニネ・ディディ、ユーリ・ティーレマンス。ボールはリカルド・ペレイラへ。ボールは相手に渡りました。マタイス・デリフト。アドリアン・ラビオ。ショートパスをつないでリードを守っています。アルトゥール。レスターシティですが、2010年に経営難に陥ったことからタイの企業に売却されました。日本人選手を獲得したの。シュートのチャンスだ。何を狙うか。ここはしのぎました。危険ではありましたが、守備が上回りました。リカルド・ペレイラ、ユーリ・ティーレマンス、オニネ・ディディ。入れば同点となります。バーディーがまたやってくれました。彼は本当にこのプレーが得意ですね。ディフェンスと競り合って1対1に持ち込む動きが本当にうまいですね。一番の武器だと思います。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。アドリアン・ラビオ。ボールはディバラへ。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。レオナルド・ボヌッチ。パスを交換しながらシュートチャンスを伺います。ボールを奪われました。カウンターを狙えます。上がっていけるか。オニネ・ディディ。頭越しにパスを送った。試合は同点のまま進んでいますが、ここはコーナーキックになりました。勝ち越しのチャンスを大事にしたいですね。ボールはゴール前へ。このボールはゴールキーパーが止めました。このままでは勝利を期待するサポーターを満足させることはできないでしょうね。もっとチャンスを生み出すためにもサイドを有効に使った方がいいんじゃないでしょうか。いいパスを出しました。いいボールを送りたい。ボールを奪われません。これは入れさせない。ベルナルデスキー。ここで網にかかる。ユーリ・ティーレマンス。サイドに展開します。味方の位置を確認する。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。さあどうする。激しくぶつかっています。オニネ・ディディ、ユーリ・ティーレマンス。ディディに渡った。見事な視野です。
ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。前半が終了しました。スコアは2対1、1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゴールも決めていますし調子が良さそうですね。このまま後半もいけるかどうかがポイントでしょうか。後半戦の開始です。アドリアン・ラビオ、ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。弧を描くようなパスです。クロスを入れましたが受ける選手がいません。ジェイミー・バーディー、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム危険な位置です。緊張感が増してきます。インターセプトでチームを救いました。ディバラ、パウロ・ディバラ、思い通りにパスを通してきます。アドリアン・ラビオ、ディバラ、これはナイスインターセプト。ここは落ち着いてプレーしたい。クリーンなタックル、ボールを奪いました。バーンズ、オニネ・ディディ、ああこれはいいボールです。さあスタジアムのテンションが上がります。エンディディ、ジェイミー・バーディ、パスをこの位置で防ぎます。アドリアン・ラビオ、デリフトに渡った。アルトゥール、ディバラ、アドリアン・ラビオ、客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。リカルド・ペレイラ、アジョセ・ペレス、ゴール前期待も高まります。リカルド・ペレイラ、ユーリ・ティーレマンス、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。マタイス・デリフト、デリフトに渡った。アドリアン・ラビオ、フアン・クアドラード、ボールはアルトゥールへ。レオナルド・ボヌッチ、ボールを回してチャンスを伺います。ラビオ、いいところにボールをつなぎました。ここでうまく対処します。
このパスはカットされます。アルトゥアドリアン・ラビオ、ここはカウンターのチャンス。クアドラード、フアン・クアドラード、ここからどうするのか。マタイス・デリフト、一度自陣に引いて守りを固めています。クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンダーを抜いた。クリスティアーノ・ロナウドのボールロスト。素晴らしい視野です。クロスに対して体を入れた。ジェンギズ・ウンデル、ジェイミー・バーディー、危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。アルトゥール、アドリアン・ラビオ、アルトゥールに渡った。クリスティアーノ・ロナウド、モラタに渡った。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。モラタ、うまくボールを奪った。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ええ、ここでゴールを奪えば本当に大きいですからね。アルトゥー、相手ボールになります。ユーリ・ティーレマンス、周りをよく見ています。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ジェイミー・バーディー、ティーレマンス、意図のあるいいパスでしたね。ピッチ全体をうまく使おうとしています。試合終了のホイッスル。この一戦ホームチームが見事に勝利を収めました。接戦になりましたがチームは巧みな試合運びを見せリードのまま勝利しました。ゲームをしっかりとコントロールできていましたし、監督の作戦勝ちといったところでしょうかね。今後につながる活躍ぶりでしたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。クリスティアーノ・ロナウドへ渡る。この位置でカットした。ディフェンスが体に当ててゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。入れば同点となります。バーディーがまたやってくれました。彼は本当にこのプレーが得意ですね。ディフェンスと競り合って1対1に持ち込む動きが本当にうまいですね。一番の武器だと思います。見事な視野です。ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。